坂田龍向井飛車、または坂田龍向井飛車は、将棋の先鋒の一つ。愛、飛車模様から後手が変化する力戦ぶり飛車。坂田三吉が1919 19年5月11日の、君金次郎の七段商談披露解析場で、土一太郎を相手に指した一曲が著名となり、後にこう呼ばれるようになったが、この先鋒の元となる定石は、江戸時代からあり。 坂田の草案ではない。旧世名人、大橋宗英の門下である、地下番付がこの作戦の創始者とされ、地下が残した、上席書に、76歩34歩7 8金8 4歩2に、角成同銀7 7, 7金8 5歩88飛という、順が紹介されているのが、現時点で確認される最古の記録である。兼近が活躍したのは、江戸の天明年間などで用いた戦法は、 坂田流ではなかった。対土井戦は5月11日に大阪市の千温院1日置いて13日から兵庫県宝塚市の十郎に場を移して差し継がれ17日に決着がついた一局である。この大一番をきっかけに坂田流向かい飛車として有名になったのであるが坂田が指した坂田流向かい飛車は記録として確認されるものでは この土井線しかないのは明らかで、ではなぜ、坂田流と呼ばれるようになったのかについては、当時の情報伝達能力が現在と比較して、運命の差であることも理由の一つだろうとされているが、坂田のカリスマ性が絶大で、ちょっとでも変わった作戦が刺されたら、すぐに坂田新手と呼ばれたからと見られる。この一曲は、各存の一曲としても知られている。随一がその局面で、 後手の角は助からない。ただ現在の視点で見るとそれほど形成は離れていないようである。実戦は八一飛五四歩八六歩八八歩四銀三二角七七銀と進み、最後は後手の坂田が勝つ。曲後、土井はこの一曲について、三三角は個人の方なれど先手より角を変わられ同金にて姿足く、と坂田荒手とはみなしていない。 また、坂田は、あんなんでよかったら、他に、何歩でもあるがなと笑ったという。刺し方は、七六歩三四歩に六歩三二金に五歩という、あいい飛車模様から、三三角同角なり同金として、後手が向かい飛車に振る。向かい飛車の一種なので、やはり後手は二四歩の逆襲が、狙いとなる。ただし、先手が二五歩を決めずに七八金や四八銀の、 場合は一飛車で戦うことになるので、居飛車、振り、飛飛車両方をさせなくてはならない。純粋ぶり飛車等では選びにくい作戦である。進んで、図、に、ここから2四歩同歩同金と攻める。各交換ぶり飛車では逆暴銀と呼ばれた攻めがあるが、坂田流向居飛車では差し詰め逆暴金というべき攻めで、いかご手は2五金と進み、さらに2六金に七金と行くか。 二六歩と押さえてから三五金とするかで、いずれにしても金の力で先手の飛車を目標にすることとなる。ただし一つ気をつけたいのは金が上ずる攻めなので表を突かれると脆いことである。もちろん通常の振り飛車と比べて玉が薄いので、まとめ切るには腕力が必要となるため、定石にとらわれない力将棋を指したい方におすすめとなる作戦である。なお、 小林賢治や木屋太志によって改良された指し方も、ある。図3が、小林式坂田流と呼ばれる指し方で、小林が四五段の頃に指していた。人形を二金もしくは合二玉と構えてに四歩、同不同銀と積極的に指す手法である。この戦法に対し、豊川隆弘が2010年の著書。 坂田流向かい飛車戦法でこのような急戦策は上級者には通用しないことが多いと述べているなど、一時、やや下火になる。しかし現代では流行している一手損角代わりと、序盤の出出しが共通していることもあり、特に先手の思考で序盤で7八金9四歩の交換が入った場合、これらが後手が飛車を振る際にポイントになる手なので、後手が坂田流にすることも多く、 山崎孝之、糸谷哲郎、渡辺明、森下拓が採用している。また元々、ノーマル向かい飛車や、ダイレクト向かい飛車を得意とする、佐藤康光、ミ佐ト寺らに採用例がある。糸谷哲郎は、2018年度だけで4度の後、鉄外での使用があり、すべて勝利している。現代将棋において、本戦法は前述の通り急戦策は成立しづらい、ため、 前線に出た金で模様を良くし、時給線を試行するのが基本となっている。週刊将棋編集部、第29回向かい微社、ご存知ですか将棋用語の面白辞典マイナビ出版、2012年5月31日。米長国を、米長の将棋館前版、第2巻マイナビ出版、2013年7月13日、358ページ。 1862年3月15日の渡瀬、小次郎対小林東四郎戦を参照。豊川隆弘、パワーアップ戦法塾より。ちなみに、南前寺の決戦で、後手の坂田は2手目で、橋の94の歩をついて、日本中を驚かせた2016.9、9第66期王将戦2次予選など2018.4、25第31期竜王戦3組昇級者、 決定戦2015.8、19代57期王位戦予選など、第68期王将戦挑戦者決定リーグ戦7回戦、佐藤天彦戦携帯中継コメント。ありがとうございます。